はい、どうもこんにちは、カイキングです。というわけでね、パート2やっていきたいと思います。前回、クンさんは、もともと100万人の YouTuber であって生きてたんですけど、まあ、異世界に飛ばされた結果、自分には全く能力がなくて、他の参加勢はいろいろこの異世界に飛ばされたことによっていろんな能力が起きたことで、なんかクンさんよりも自分が偉いと勘違いして、チージーになってしまいました。だけどクンさんは、最初は異能がないかと思われたんですけど、なんか参加勢をクンさんが倒すと、その参加勢の能力が奪えるってことが判明しました。というわけでね、パート2やっていきたいと思います。まあね、なんか右の方になんか森とかがあるみたいなんで、まあそこら辺とか行ったりとか、あと街いろいろ回ってなんかやっていきたいと思います。俺は強い相手を求めている。おいと勝負するがやめとこう。なんか参加勢と勝負するのは相当強いらしいので、なんかレベル5以上になるまではやめた方がいいらしい。今現状仲間はまあクンさんがレベル3だけど、クンさんは現状ゴリラビの能力ができるのかな。前回チュートリアルでゴリラビを殺したんで、けどゴリラビの能力多分あんま大したことがないと思うんで期待しちゃダメ。あとベノムが中堅なので、他の参加勢は割と裏切ってチージーとなったけど、ヨシコちゃんとか顧客集めにどっか行ったけど、ベノムはなんかついてきました。これはなんかところどころ参加勢じゃないやつもいるんだよな。これ何これ。俺はこの世界の支配者、人生が積んだと思った君の願いを叶えてあげよう。まあ参加勢というか、このコミュニティ人生積んだやつ多いからな。本当に困ってる時だけに頼れば助けてあげるよ。何か困っているか。お金が欲しい、レベルが欲しい、強いアイテムが欲しい、強い装備が欲しい。クンさん本当は、まあ、YouTube ドリーム、まあ、100万人の YouTuber だったから、めちゃくちゃお金を持ってたんだけど、前回お金が全部なくなりました。ちょ、お金欲しいな。さすがに0円だったら何もできないからな。わかった !1 万 G やろ!やば!こいつめちゃくちゃくて、これ他にもなんかくれないかな。レベルが欲しい。わかった!レベルを上げよう!たくさんレベルが上がったって聞きたくないだろうが、静かにレベルを上げとくよ。困ったらまたおいで。え、レベルくれたんだけど、何こいつ?え、なんかめっちゃぬるい。めっちゃぬるい。あ、レベル4になった。なんかめっちゃこいつ、あ、なんかあんま頼るとあんま面白くなくなっちゃうやつだな、これ多分。つうなんか本当になんか、マジでゲーム下手な人向けにやってくれるやつなんだ。あ、待って。これまさか。ゴリラビさんが死んでしまうなんて。ゴリラビ。誰が殺したんだろうな。しんみりしちゃったな。お、なんかここは入れる。あ、ここ、俺の家だぞ、おい、くん。おい、勝手に入んじゃねえ。ここは、今回からもう、おいの家だぞ。カイキングいるか。カイキングいない。おい、勝手に入ってきて、カイキングどこにいる。あ、いないわ。ここは俺が買い取ったぞ、クンから。もともとここ、クンの家だったけど、前回、カイキングがね、買い取りました。クンさんの財布奪ったの絶対俺だよな、あれ。だって、ここの家買うぐらいのお金を俺が、本来持ってるはずがないもんな。あ、いた!カイキングだ!おい、クン!土足でおいの家に入ってくるとは、いい度胸だな。それ相応の覚悟はできてるってことだよな。カイキング、この屋敷を俺に返してくれないか?やだ!ここはカイキングハウスだ!俺のカイキングハウスなんだ!嫌に決まってんだ、どうしてもっていうのは近づくでやってみろ。うわって、え、待って、ああ、俺と戦っちゃった!やだ、俺死にたくない!やべ、おい、やだやだ、俺殺したら、俺これここで俺殺したら俺の出番がなくなってしまう。これマジで、え、これもしも戦いに勝ってしまったらどうなの俺、本当に。え、ガチでどうなの?カイキングポーズ、カイキングの俊敏性が上がった。俺の能力はカイキングポーズなのか。え、マジで嫌なんだけど。え、ガチで嫌だ。強っ、俺。俺めちゃくちゃ強え。やべ、勝てねえぞ、これ多分。カイキング倒すこと多分できない。あ、ベノム死んだわ。ダメだ、多分、クンだけじゃ多分倒せないわ。あ、カイキング誠に申し訳ございませんでした。謝罪もできるのか。俺多分、一個じゃないぞ、能力。カイキングポーズで俊敏戦が上がって、謝罪でなんか色々するのか。相手の攻撃力下げたりとかできるんじゃないかな。あー、ダメだな、多分勝てないね。多分これ多分死ぬかも。あー、死んだわ。カイキング強っ。なんかちょっと気持ちいいな。いや、なんか負けたんだけど、なんか心地いいわ。あ、俺ってクンさんに勝てるんだ。なんかなんでだろうね。普通さ、ゲームに敗北したらさ、気分を害するもんなんだけど、なんかちょっと心地いい、なんか本当に。あ、俺って100万人の YouTuber に勝てんだなと思って。このゲームを作ってくれた人、本当にありがとうございました。やりますか。こう下の方は何があるんだ。なんかいる2人。誰だこいつ。君は戦いの初心者か。聞きたいことはあるか。聞きたいこと。処刑について聞きたいな。なんか参加勢が処刑できるってあったもんな。ここは昔国家に反逆した者を制裁する処刑場があった。左に行けば見えてくるぞ。今は使えなくなってしまったかな。職業について聞くか。この世界には5つの職業がある。勇者タイプ、戦士タイプ、僧侶タイプ、魔法タイプ、得意タイプ。何で得意タイプって。カイキングって一体何タイプなんだろう。
ちなみにベノムは総量タイプだった。勇者タイプは万能型でいろんな攻撃や魔法を多彩に使えるぞ。ただ固有スキル次第の能力になるな。戦士タイプは軽戦士と重戦士がある。あ、2タイプあるんだ。少し特技に差が出る程度だ。体力が高いので大ダメージを与えるボスと戦うときは戦士タイプを積極的に使っていこう。ほう。総量タイプは回復魔法が使えるぞ。パーティーには1人いないと大変だ。魔法タイプは自分の属性と近い属性の攻撃魔法が使えるぞ。戦士タイプより攻撃性は高いが体力が極端に低い。まあなんかあんま体動かさないからなんか貧弱ってことか。体は雑魚的相手にはいいがボス的となるとすぐ死んでしまうから気をつけろ。得意タイプは変わった特技を習得するぞ。序盤は使い勝手が悪いが物語の終盤になると日の目を見ることになるかもな。まあなんか割とガチャ要素なんだ。わからないことがあったらぜひまた聞いてくれ。上が無名の村、あ、さっき言ったところね。左がトロールの森で、右が帝国への街道、あれか、ブロックリボンがいるとこか。で、一番下が港らしい。トロールの森へは、つぶがいさんが何人か連れて行ったみたいですよ。あー、まだちょっと行かない方がいいな。今、レベルは、3でしょ。多分行かない方がいいね。多分普通に潰されると思うわ。右の方行ってみましょう。ブロ帝国。お、ファーマースト、いや、ダメだ。ちょっと待って、一回セーブしとくか。セーブしときましょう。どうなる？話しかける相手は俺じゃないだろ。あ、分かってんな、ダビッドも。お前、ファマスに話しかけないと怒るだろってことか。よう、くん。うわー、なんかファマスすげー、なんか、ここにくんが来るのをなんか待ち遠しそうに待ってたそうだな、なんか。よう、くん。ファマス。落ちぶれてるなぁ、落ちぶれてる。昔の面影もねぇ、見る価値もねぇ。そう、思うだろ、ダビッドも。ヘイ、そうでやんす、ファマスの兄貴。え、ダビッドの方がファマスよりも年上なはずなんだけどなぁ。ダサい服着てよ。今、周りの無名引き連れてよ。なあ、ダメと、それヒカキンさんに失礼だろ。ヘイ、ソーディアンス、ファマスの兄貴。どうした、ダメとも。それに比べて、俺はどうだ。とても生き生きしてる。実に生き生きしてる。ヘイ、ソーディアンス、ファマスの兄貴。同意を求めていないのに同意するな、何様だ。すいません、ディアンス。それよりよ、くん。みんなが跳ねてから強くなったらしいな。助けてくれるお友達がいなくなったから、実できたのかな。なあ、ダメとも。ヘイ、ソーディアンス、ファマスの兄貴。落ちぶれたくせに、ゴキブリのように這い上がってきて、目障りだよな。ヘイ、ソーディアンス、ファマスの兄貴。今、俺が話してる途中。とにかくだ。どっちが上か、一回分からせる必要があるな。まずい。ファマス、俺は強くなった。今のお前には負けない。減らず口を、勝負だ。やば、絶対負けます。絶対負けます。待って。絶対負けます。ちょっと待って。やっぱ参加勢と話しかけるのは待った方がいいな。絶対死ぬわ。絶対死にます。シャッターチャンスだって能力。無名が帳面に立つつくだ。うっ、強っ。はえ、ファマス強っ。無調立てされた。夏無調立て。口ほどにもない。惨めだ。あー、惨めだ。あんなに憧れたくんがここまで豊作なんてな。無調立てとは、新50人クラフト。第1期の時に、ファマスが、無名参加勢、まあ、マチャカリとかに、お前、無名は帳面に立てつくな。無調立てって言い始めたのが、始まりの、まあ、50人クラフトの中でも割と名言のうちの一つです。もし俺の家気になったらなら北の暗黒の洞窟の奥に来な。そこにインド帝国がある。帰るぞダメとも。ヘイ、ソーディアンス、ファマスの兄貴。てかなんかちゃんと自分の家のありかとか説明してくれてるあたり、なんかすげえなんやかんやクンのことをバカにしつつもちょっと期待してる節もありそうな、なんかファマスらしさがあるな。ファマスごときにコテンパリされるのは腹立つな。絶対やり返す。ちょっとファマス仲間にしたいな。ファマス仲間にいてくれたら多分相当心強いぞ。とりあえずブロ帝国行ってみましょう。ここはブロ帝国。偉大なる主はわずか1日でこの帝国を作り上げた。ブロクリボーが王様なのか、ブロバナナが王様なのか、どっちなんだろうな。私は旅の行商人です。何かいるものがあったらございましたら教えてください。買えないな、お金持ってない。ポーションとかあるわ。目覚まし薬、お話薬、元気薬、レパスかな。ここは？お、これはワイダッシュか。あ、ワイダッシュってブロだっけ？お久しぶりです、くんさん。この城、私が、違う。ブロクリボーじゃなくて、まさかの。クリボーの部下なのか、ワイダッシュは。この城、私が一日で作ったんですよ。まったくクリボーさんは人の使いが荒くて困る。この城の主がクリボーなのか。そうですよ、くんさん。ぜひ顔を見せてください。喜びますよ。見ていきましょうか。てか、ワイダッシュってブロだったんだね。忘れちゃったわ。あんまワイダッシュ見ないからな。ここも参加税じゃないな。この人の上司はある宗教を広めようとしているらしい。だいたい何の宗教かもうなんか分かってしまってるな。普通の村人多いな。あ、これは、とんがりか、まさか。これ、とんがりっぽいぞ、こいつ。この格好と、
この格好とっても意外性があると思って王様に面会したんだけど、似たようなやつを見たことあるって言われてしまった。こんな格好してるの俺以外にいるのか。多分言ってるのは多分とんがいのことだな。この先は王のまだ失礼のないように。あー、行くか。ここら辺は何もないね。お、あ、ブロバナナ、話しかけてみよう。あ、クンさんだ、久しぶり。いや、なんかすごい、なんかかわいい。ブロバナナじゃないか、何してるんだ。ブロ帝国の兵士と給料を分けているんだけど、ゼロの数が間違えちゃって大変なことし。ブロバナナやりそう、そういう沼。このままじゃクリボーさんに指詰められるよ。もうなんかお前初めてじゃなさそうだな。てかもう指なさそうだな、お前正直。クンさん、1万ゴールドあったら食えない。持ってないなぁ。会いに行きますか、そしたらブロクリボーさんに。いや、だけど戦闘起きそうだな。ちょっと一応セーブしとこうか。ブロクリボーに話しかける前にちょっとセーブしときます。何か起きそうなんで。オッケーできた。やあ、くんちゃん、おひさー。軽いな。このくらい軽い方が意外と回るんよ、王政って。一夜にして王様か。さすがのカリスマだな。褒めてもらっても何でもでんって、でえへんで。それよりもくんちゃん元気そうで何よりだわ。おいの功績が霞むくらいには偉くなりやがって。お育ちは A チネ、それよりも願いがあるんやけど聞いてくれる？お、なんか戦闘が起きるかと思ったけど、意外とクリボーは良心的だな。お願い？そう、最近わしの領地でファマスが暴れ回っとるやさかい、困ってんねん。ファマスか、俺も一度出くわしたな。さっきいたな、ちょっとツンデレっぽさあったけど。あったんか、ファマスに。だいぶ手ひどくやれたかな。なあ、無調立てされて一発でぶっ壊されたね。そうか、城の門があいつに何度も略奪を受ける聞いてな。わしも昔の馴染みでさすがに許せんなって成敗しようかと思っとるねん。やけどわしは城動けんし、バナナはアホやし、ワイダッシュは建築しか取れないしと思ってとこにくんちゃんや。あー、なるほど、これは同盟か？これ同盟展開あると。そんなにこれ暗いこと言うなよ。らしくない。わしの方からサポートもしてあげるやさかい、頑張ってくれんか。うわー、なんかすげえクリボーいいやつだな。どっかの王様とは違って。ちょっと悲しくなってきたな。涙が止まらない。サポート？うちのワイダッシュを貸しますよ。戦闘はからっきしだけど、ファーマスの拠点の情報は掴んでるみたいだから役に立つと思うで。わかった。期待しないで待っててくれ。なんや、見ないやない。だいぶバット入ってるな。まあ、よろしゅう頼んます。なるほどね。とりあえず Y ダッシュを仲間として入れれるってことか、これで。じゃあ Y ダッシュ、一緒にインド帝国行かないか、ファマス討伐に。あ、クンさん、クリボーさんが聞きました。お供させてください。 Y ダッシュが仲間になった。私のところに入っている情報だと、ファマスは北の暗黒の洞窟の奥地に拠点を構えています。ファマスと一緒に行動しているのはダミトモ、アーケン、マイク、オサー。あー、まあダミトモわかるけど、アーケンとマイクとオサーもそうなんだ。なんかマイクとかてっきり書きかまとついてるものかと思った。結構意外。というわけでね、今回はクリボー帝国見ていきました。まあ、いたのはワイダッシュ、ブロクリボー、ゴイラビはいなかったね。ブロバナナがいました。次回は、インド帝国か。行ってみたいと思います。まあ、その前にちょっとレベル上げた方がいいかな。まあ、ちょっとレベル上げてからインド帝国行きたいと思います。ではまた、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さようなら。一つだけちょっと試していい？一回さ、町に戻ってさ、なんかお金くれる人いるじゃん。それだけちょっと試していいか、最後、おまけで。積んだ時に、なんか、俺を頼ってほしいって言ってる人いるから。こういう人がお金もらってさ、1万人くれるじゃん。で、これでさ、ブロマナナなんか1万円ないかみたいなこと言ってたじゃん。あげてみない？さすがにちょっとこのメンツでちょっとファーマスに立ち打ちは正直できなそう。ちょっと話しかけてみる。あ、クンさんだ、久しぶり。ブロマナナが何してるんだ、だだだだだ。このままじゃクリボーさんに指詰められちゃう。クンさん1万ゴールドあるって言ってるから、ここでちょっと、あえてちょっと1万ゴールド上げてみるか。仕方ない、やるよ。ありがとうございます。これでクリボーさんに指詰められずに済みます。お、そうなんだ、やっぱそうなんだ。ブロバナナ仲間になりました。よかった、なんかやっといてよかったな。好きな食べ物は自分のバナナ。あ、自分のバナナってなんか意味深だな。頭の悪い大人。あ、だっけ魔法使いだんだって、バナナ連れてきてよかった。とりあえずこれで4人仲間になりました。よし、よかったー。